どうも、ともやテニスチャンネルのともやんです。今回は、ともやんが眼光陣の後衛に入りまして、2人、平行陣に入りました。ダブルスでのボールの配球に対して、どういうポジションを取った方がいいのかということを、皆さんにお伝えしていけたらいいなと思います。で、僕自身が、後衛なので、基本的には、向こうにチリナダルがいるんですけど、チリナダルの足元の方に基本はボールを入れられると、まあ理想的です。やっぱりダブルスっていうのはちょっといくね、足元に入ると基本的に足元に入ると攻められることはないです。やっぱりボール上に上がるんで攻めることが不可能なので。ただですね、いくら後衛だからといってもちょっと上の方に上がってしまうと、これは上から叩かれてしまうんで、高さっていうのは常に気をつけてもらった方がいいかなと思います。例えばシングルスでこう弾道高いボールを打ち合ってる方とかは、もしそれでダブルスとかするとやっぱり相手の高い位置にボールを送ってしまったりとかするので、僕とかそうなんですよ。ですので前の動画にも挙げた通り、まあ、ロブを使ったりとかストレートを使ったりとかして相手の陣地を崩したりするんですけど、それは全然いいことだと思います。だから結構僕は早い展開で相手の形を崩していくので、で今回は、まあ、足元に入ったらそれはクロスにボールが飛んでくるということを意識しておいてもらったら結構なので、ロブを打ったパターンと、ストレートを打った時の相手の配球に対してここのポジションをどうしたらいいかということを説明していきたいと思います。はい、はい、じゃあちょっとやっていきたいと思います。まず眼光陣の、後ろの方がロブを上げた状態ですね。ちょうど赤い MJ が立ってる場所にロブを上げたいと思います。でロブなんですけど、相手がボールを取ったとしても浅いロブと深いロブによって相手が打ちやすいコースっていうのは変わってきます。例えば、自分の打ったロブが浅くなってしまった場合は、自分の場所に対してクロス方向にボール飛んでくることが多いです。スマッシュした時に前体重になって打つ時っていうのは逆クロスに打ちにくいので、まあ、打てないことはないんですけど打ちにくくなってくるので、それでしたら浅くなった瞬間ちょっとこっちに山張ってまた取れるようにしてもらったら結構、浅くなってるのにセンターかもしれないってこうなってしまうと一番打ちやすいコースを開けてしまうので相手のミスを誘いにくくなってくるので、浅くなってしまったら打ちやすいコースを抑えて打ちにくい方を開けてきます。じゃあ相手がもしかしたらミス、ここ打ちにくい場所を狙ってミスするかもしれないので、ミスを誘うような形でやってもらったらいいかなと思います。次はロブを深く打った場合のパターンを、説明していきたいと思います。深くなるとスマッシュ手首使いやすくなってくるので、逆クロス方向だったりとかセンターにスマッシュ打たれやすくなってくるので、後衛の方は深くなったらセンター守ってもらえるといいかなと思います。ですので前衛さんは向こうの逆クロスをしっかり守って、こっちの人はセンターを守るという形を取り入れてもらうと、さっき言ったみたいに打ちにくい場所を開けることによってちょっと下がりながらクロスに打ってね、相手のミスを逆に、まあ決まらないってわけでミス絶対にミスするわけではないんですけど、ミスしやすいところを開けることによって、ポイントを取れたりとかするので、ポジションしっかりとって練習してもらえたらいいかなと思います。ですので浅い、ロブが入った場合は相手前体重なんでクロスにスマッシュが飛んできやすいと。で逆に後ろ下がった場合は手首使えるんで逆クロスセンターにスマッシュが打たれやすいということを覚えててもらったら、自分がロブ上げた時にポジション取りやすくなってくるんじゃないかなと思いますので、ちょっと頭に入れててもらったらいいかなと思います。はい、次なんですが、先ほどロブ打ったパターンの、ポジションを説明させていただきました。次は普通の
クロスではなくて、それ叩くですね、まあ、ちょっと抜きに行った感じ、相手の攻めのバックボレーになった場合です。この場合は、今 MJ が言ったみたいに、センターの可能性は一番高いと思われます。これもう6割、7割、まあ、下手したらもう8割ぐらいと言ってもいいぐらいかなと思います。もう一つは、ストレートですね。打ってきたらもう一回ストレートに返されるパターン。っていうのが、もう一番王道じゃないかなと思います。ですので、ストレート打った場合は、相手早く取りますから、しっかり打って構えて、次のボールをしっかり決めに行けるような感覚で、打ってもらったらいいんで、ちょっと一回我慢してみてください。一回いきなりもう抜きにグーになると、次のボールの対応が遅くなったりとかするんで、一回相手に打たしてから次のボールでしっかり攻めていくぐらいの感覚で結構なんで、僕からしたら一球ストレートに打ったら次のコースが分かってるっていうのはすごいありがたいことなんで、そこのコースさえ抑えておけば次はチャンスボールになったりとかしやすいので、相手は一回攻められたっていうことでポジションを下げてることが多いので、次のボールの方が攻めやすいかなと思います。ですので一球一回打ったら次のボールをだったりとかしてもらったら結構なんで、はい、1回打って次のボール決めるっていう感覚で攻め急がないように1回やってみてください。で一応 MJ があのポジション前衛ですね、前衛のポジションからフォアでボレーする場合は、センター飛んでくること結構多いです。これも、はい、センターのボールはセンターに飛んでくるっていうのが結構基本になってくるんですよ。ダブルこれは相手がボレーボレー、自分がボレーボレーだっても一緒です。逆に外側でボール取る場合はストレートとセンター飛んでくることが多いんで、これ覚えておいてください。コートの外側で取る場合だから、ちょっとチビナダル、ちょっと左利きですけど右利きだとして、チビナダルがちょっと右手で持ってフォアボレーをするときは、ストレートとセンターが打ちやすいと。バックボレーしてみて、こうなった場合はセンターに打ちやすくなってきます。逆に MJ フォアセンター打ちやすいです。フォアね、バックストレートとセンターが打ちやすいっていうことは覚えておいてもらったらいいかなと思います。これをベースに考えてもらえれば基本的にポジションで取りやすくなってくるかなと思うので、頭入れておいてください。あとボールの高さ、低いの高いのって言ったらやっぱり低い方が打ちにくいですからね。相手はできるだけ高さ出さないように、打ってもらったらいいかなと思います。そのためにはちょっとこうスピンボールとかも練習してもらわないといけないかもしれないですけど、ちょっとずつ、練習していってもらったらいいかなと思います。はい、じゃあ観光人の講演はこういう形でやっていきましょう。はい、先ほど後衛ちょっと説明させてもらったんですけど、次は前衛。もうこれもう一つだけ気をつけてもらいたいのが、自分のペア、僕のペア今 MJ です。 MJ が、ストロークを打つときは前衛さん、コートの真ん中、この辺になってしまうと、もし MJ がストレートにボールを打った場合、例えば相手がバックボレーしましただったらセンター打たれるんですね。センターガラ空きです。ですので MJ が打つ場合はちょっともう最初からセンター守っておくんですよ。 OK ですか。ってことは相手はよくここ空いてるやんってなるんですけど、ここっていうのはコートの距離が短いのでミスしやすくなってきます。相手だからミスを誘うために開けておきます。センターを開けてしまうとコートの距離が長いので相手は簡単に打ちやすくなってきますから、最初から守っておく。MJ が打つときはセンターを守っておいても、最初からセンターを守るということを意識しておいてもらったらいいかなと思います。ですので前衛さんって意外と動かないといけないです。例えば MJ が打ちました、クロスに打った場合は MJ がクロスに打ったらそこから自分のポジションを取らないとダメなんです。で、君ながらがまた返球して MJ がボールを打つときはまたセンター守るっていう動きを常にしないといけないので、前衛さんよく、これ僕テニスコーチやってますけど、お客さんとかでも前でこう休んでる人結構多いです。そうしてると後ろの人が大変なことになりますからね。あの一人で頑張ってもらわないといけないので、しっかり前衛さん状況に応じたポジションを取らないといけないので、一応後ろ自分のペアの方がボール取るときはセンターを基本守りながら、クロスに返球された場合は自分のポジション戻る、でまた MJ の方ボール来たらまたセンター守るっていうのを繰り返して練習してみてください。お願いします。